今週の滋賀経済ナウ、スタジオは私だけになってしまいました。マスターものぞみちゃんもいなくてちょっと寂しいですけれど、おいくぼさんはこちらにいますよ。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。私はリモートでお伝えします。大阪をはじめ各地大変になっていますが、今一度個人個人が気を引き締めてコロナ対策をしっかりしないといけないですね。マスクはですね、皆さんも習慣化されていると思いますけれども、今一度基本に帰って消毒と手洗いですよね。これしっかりやりましょう。はい、さてこの後のビズラボでは、滋賀県にあるものの魅力を再発見し販路拡大のサポートを行っている長浜在住の地域商社に密着。何かを始めたい、やりたいという熱い思いを持った人の最初の一歩をサポートする地域商社の代表を取材しました。そして今回のビズログはクラウドファンディングについて、知ってるようで知らない方も多いんじゃないでしょうか。荻窪さんに解説をいただきます。このクラウドファンディングはですね、日本においては主に資産運用の手段として活用されているんですけれども、新しい資金調達の手段としても確実に定着してるんですね。詳しく解説します。滋賀経済の今を伝える滋賀経済ナウ、今週もたっぷりとお楽しみください。滋賀県内のさまざまな企業にフォーカスするビズラボ、今回は湖北長浜市で何かを始めたいという人たちの夢や活動に寄り添い、最初の一歩をしっかりと踏み出せるようにいろいろなコンテンツを利用してサポートしている方を取材しました。ご覧ください。滋賀県長浜市木之本町、古くから交通の要衝として、また北国街道の宿場町として栄えた町。そんな歴史ある町で自宅を拠点に地域の魅力を発見し販路拡大のサポートをしているのが、合同会社メディアートの代表上田純平さんです。一言で言うと、滋賀県に特化した地域商社と僕は考えてまして、例えばホームページだったりパンフレットだったり、いわゆる販促ツールもしっかりなんですけど、販路を作っていくっていうきっかけで、例えばクラウドファンディングをやっていくのも一つですし、あとは情報発信をしていくっていうところも、これは今年始めた長浜経済新聞っていうのが担っております。相乗効果が生むようなサービスをどんどんその自社の中で育てていくと、例えば販売をサポートしたり、人のやりたいことを実現したり、そういったものが僕はその会社が担っている役割なのかなと思っております。もちろん全部自分たちの私だけでやってるわけではなくて、提携しているパートナーがいます。例えば写真を撮ってくれる人、デザインをしてくれる人、そういった方々にどんどん一緒に連携をしながら仕事を一緒に組み立てていくみたいなことをやっていますね。実は上田さん、出身は岡山県。東京で IT 関係の仕事を経てここ木之本町に移住。その移住のきっかけは東京時代のある友人の助言だったといいます。当時シェアアパートメントで住んでた長浜市出身の友人がいまして、協力隊の募集を私に教えてくれた。当時 IT 関係の会社で働いてたんですけど、副業というか、ライフワークで、アーティストの取材をですね、やってたり、イベントを企画したりしてた中で、長浜市の募集のテーマが文化芸術の地域振興策の企画立案、私のやりたいことと一致をしてた。あとタイミングもありまして、会社を、その時、すぐに辞めるという決断をして、そして長浜市の第1期地域おこし協力隊として2015年12月に木之本町へ。赴任して間もなく、何かをやりたい人をサポートするという初めての体験をすることになります。それが町おこしのためクラウドファンディングを利用して古民家を修復する支援金を集めるという
地元主婦グループのプロジェクトでした。どういったプロジェクトかっていうと、自分たちの料理をお出ししたりとか、イベントを企画したりとかってする場所を木之本の町に作ると。その中でクラウドファンディングっていうのが要は立ち上げるための手段だというのをお聞きして、まあ成功する要素がたくさんあったのでサポートさせていただいたっていう形ですね。木之本町で活動していた町おこしの主婦グループが集まり、一つの拠点となる場所作りに挑戦したというわけです。ここをどうやって回収していくかとか、やっぱり回収するにはお金がいったので資金集めをどうしようかとかで、お会いして私たちこんなことしてるんよって言ったら、僕手伝いますよとか言って軽く言ってくださって、クラウドファンディング のページを作るときに、私もパソコンはできたんですけど、ただだら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 文章を書いてて、でこんでええのかな、どんどん文章は長くなっていくし、言いたいことはいっぱいあるし、文章を添削していただいたり、夜中にメッセージを送ったり、真夜中におばさんが何回もそれ丁寧に教えてください、返答してくださいましたし、それでできました、はい。オープンして今年で6年目を迎えるブックカフェスクラム。食と本をツールに世代や地域を超えてさまざまな人が集まれる場所。コロナ禍以前は朗読会や写真展、アート作家の展示会などさまざまな企画の催しを開催してきました。で実際場所ができたことによって皆さんがやっぱりこう知るわけですね。でそれで何が起こったかっていうと、自分たちのやりたいことっていうのはやっぱり少しこう何か努力をすれば頑張ればできるんだっていう、その機運がなんか僕はその木之本の町に少しこう投じるんですけども、できたと肌で感じて、だからこういったことをどんどんやりたい、やっていきたいと思いまして、クラウドファンディングの事業も始めましたし、なんか木之本でそういう、こう機運が高まったことにより、まあ、何か新しいこと、自分がやりたいこと、それは町の人がどんどんやれる、なんかそんな町になってるんじゃないかなと思ってます。地域おこし協力隊3年の任期を終えた2018年、上田さんはこの木之本町で起業、現在の合同会社メディアートを立ち上げることになります。やっぱこう人の縁ってすごい大事だと思ってまして、この木之本っていう場所に住むことで、まあ、つながれたので、まあ、滋賀県もそうですし、もっと言うと長浜で、木之本っていう町をやっぱこう好きになった、なんかね、やりたいことができる町って多分すごい幸せだと思うんです。でそれがなんかできる町だなっていうのを感じたので、まあ、それもやはりこの地に住むことをまあ決めました。はい、起業後本格的に取り組むことになったクラウドファンディング、今では滋賀県全域を対象に年間30件前後のプロジェクトを立ち上げサポートしています。そして活動の主力のもう一つが、今年3月から取り組み始めた長浜経済新聞。オンライン新聞として地元長浜市の地域ニュースを独自に取材し、ウェブ上に届けています。取材は土日以外ほぼ毎日といいます。そしてメディアート唯一の社員でもある妻のむつみさんが同行。取材先までの往復の運転は毎回上田さんの役目。実は妻のむつみさんが長浜経済新聞の編集長として日々取材を行っているのです。こんにちは。長浜経済新聞の上田でございます。いらっしゃいませ、いつもお世話になっております。よろしくお願いします。どうぞお上がりください。はい、はい、訪れたのは木之本町で明治時代より料理旅館を営むお宿。湖北の伝統建築吉吹屋根を大切に保存しながら営業している貴重な旅館です。しかし数年に一度は吹き替えが必要といい、この4月に修復を終えました。その資金調達と伝統建築を PR したい思いからクラウドファンディングを活用。多くの支援が寄せられているといいます。クラウドファンディングをやってるっていう活動を通して呼んでもらう人が
こういう伝統建築があるっていうことを知ったり、やっぱりこう守ってる人の姿を見て、あの大切に思うきっかけになってくれたらいいなと、はい、まあ、商売に役立って、うん、まあ、後世にも残せてという、いいですよね、うんうん、なんか反響とかってどうですか。やっぱね、あの全然知らない人から来ますね。あ、そうなんですか。みんなの経済新聞ネットワークの中の一つが長浜経済新聞なんですけど、あの共通するあのテーマっていうのが地域のハッピーニュースを届けるなんですよ。なのでまあできるだけまあ読んでる人が何かしらこう幸せな気持ちになれたりとか笑顔になれるようなあの題材をまあピックアップして取材しています。であとはあの取材対象者、今日のまあ源内さんみたいな感じの方は思いをすごいやっぱ持ってらっしゃるお話も聞くので、あのできるだけまあその思いをあの汲み取って記事にするっていうことも意識してます。自宅に戻り、睦美さんは早速記事の作成に取り掛かります。去年まあ結婚しまして、でまあ妻が大阪から移住をしてきたんですけど、あまりこう地域のことってまだやっぱり移住してきてすぐなので知らないじゃないですか。でもその長浜経済新聞っていう媒体を持つことにより、まあ、要は取材をしますよね。地域で頑張ってる人とか地域で面白い人とお話をまあする機会が増えると、仕事を通してこう、まあ、地域を知れるというか、まあ、そういった部分もあの少しあってですね、始めるに至りました。3日後、取材した記事がウェブ上に届けられました。他にも PR や営業展開するためのパンフレットの制作、お店、旅館などのホームページの作成、さらにはオンラインショップの立ち上げのサポートなど幅広く活動しています。こちらは湖北ならではの料理でもてなしてくれる料理旅館。この旅館のホームページもリニューアルを機に上田さんのサポートを受けたといいます。以前からあのホームページはあったんですけども、まあ、どっかの段階でリニューアルしたいなと思ったんですけども、リニューアルしようと思ってもなかなかうまくいかなかったりして、でそれで上田さんの方にまあお願いしたというので、あの本当にもう気さくな方で気楽にあのうちの要望やらを伝えてやってもらったというのが実情ですけど、いろんなことも無理も聞いてもらえるみたいですので助かってますけども。長浜市役所北部振興局、ここは上田さんにとって地域おこし協力隊の頃随分とお世話になったところでもあります。起業してからも引き続き事業のパートナーとして町の発展のために協力関係にあるといいます。この日は今年度長浜市が募集する地域おこし協力隊の PR 戦略についての打ち合わせ、地域活性化に活躍してくれる次世代の担い手協力隊誘致のための重要なプロジェクトです。協力隊卒業されて 2,3 年が経つんですけれども、まあ、今でもクラウドファンディングとかを中心として県内でも活躍をされていますし、まあ、長浜市においても、まあ、上田さんがいたからこそできた事業とか、いなかったらできなかったんだろうなという事業がたくさんあるので、まあ、長浜市にとってまた滋賀県にとっても、まあ、たくさんの人からあの求められている存在かなというふうに思っています。連携して、まあ、一緒にこの長浜市を発展していければいいかなというふうに考えています。今年3月、滋賀銀行が優れたニュービジネスの取り組みを表彰する滋賀銀野の花賞平和堂賞を受賞したことをきっかけに、平和堂とコラボする新たなプロジェクトも動き始めました。地域おこし協力隊として赴任してきた上田さんが木之本町に定住を決めた理由、それは魅力ある町にいろんな可能性を感じているからこそでしょう。さまざまなツールを活用しながら販路拡大のためサポートし応援する。木之本町がさらに活性化すれば、やがては滋賀県の活性化にもつながるはずです。仕事で大切にしてるのは、その一回きりでやっぱ終わらないような関係っていうのが大事かなと思ってまして、稼いだ
利益っていうのをやっぱり地域にこう再投資するっていうことを考えてて、まだまだあの小さい規模なんですけど、やっぱ今後は事業を成長させていって、例えばその地域にないものですよね、例えばコワーキングスペースなのか、例えば何か新しいこう仕組みなのか、でもそういう時に利益がないと地域に投資ができないんですね。なので地域にないものをやっぱ稼いだ利益で再投資していくっていうのを意識してやっていきたいなと思ってます。はい、メディアアート上田さんの活動どうでしたか？誰もが持っている地元への愛着ですとか、地域をもっと盛り上げてほしいっていう思いありますよね。はい、それを代弁するようにですね、縁の下の力持ちとして上手にサポートされてるなと思いましたね。長浜に地域おこし協力隊として赴任してきたのが出発点となって、現在の活躍ぶりです。外から来た人だからこそ、こう新鮮な感覚でその町の良さを感じる、まさに上田さんは長浜の良さにどっぷりとハマってしまったんでしょうね。地域ですとか地方、まあ、例えば田舎などに行きますとね、地元の方からするとここには何もないってあのおっしゃる場合もあると思うんですよ。ですけども絶対そんなことはなくて、いいものって他の地域から見るとたくさん詰まってるんですよね。はい、でむしろ極論しますとね、何もないっていうこと自体がとてもいいものに思えてくることもありますよね。地元の人は気づかないことってありますものね。何かを始めたいというとき、その人にとってクラウドファンディングってすごく有効的な手段なんだなと感じますね。クラウドファンディングというとですね、個人的な活動のように一見まあ見えてしまうんですけれども、実はいろんな方に知っていただく機会をこう提供できる場でもあるんですよね。ですから町おこしの起爆剤になることも少なくないんですよね。あと上田さんの人柄ですよ。こう物腰柔らかい気さくな方なので、相談する側も相談しやすいって大事なんじゃないですか。人とのつながりをですね、とっても大事にされている方だなと思いましたので、まあ、長浜市にとっても大切な方なんでしょうけども、これからですね、滋賀県にとって重要な方になってくるんじゃないでしょうか。こう関わった方を元気にするっていうことは、結果としてその町を元気にするっていうことにもつながりますものね。さてこの後のビズログでは、クラウドファンディングについて及久保さんに詳しく解説をいただきます。以上ビズラボでした。及久保さんに様々な経済ワードを解説いただくビズログです。さて今回のテーマは、はい、今回はビズラボでも出てきたワード、こちらなんですね。はい、クラウドファンディングです。最近よく聞く言葉になったんですけれども、クラウドという群衆、それからファンディング資金調達というものを合わせた造語なんですね。インターネットのウェブサイト上でこういったことをしたいんだっていう夢や事業への思い、これをですね、プロジェクトという形で発表するんです。で、発表されたプロジェクトに対して賛同される不特定多数の方がお金を出してくれるんですね。で、お金を集めて事業を成し遂げるためにお金を集めましょう、こういった仕組みになってるんですけども、広く浸透してきていまして、その浸透してきている理由の一つというのがですね、お金を支援してくれる人たちの支援者の出すお金っていうのは小口でもできる、大変手軽なんですね。新しい資金調達の手段としても注目されています。今までは銀行に行って夢を語って融資してもらう、これが基本でしたもんね。はい、そっか、インターネット文化が生んだと言っても過言ではないですね。全くその通りなんですよね。インターネットが普及してきたアメリカでですね、2000年頃からこのクラウドファンディングという手法が活用されてきたんですけれども、日本では2011年に始まったとされてるんですね。はい、当時は東日本大震災の復興支援ですね、こちらのためにお金を集める動きが広がってきまして、これで広く浸透してきました。最初は寄付っていう形がね、多かったように思うんですけれど、今この瞬間も誕生しているかもしれないですよね。はい、6つのタイプに分けられるというふうに考えてください。はい、寄付型、それから購入型、そして融資型、ファンド型、株式型、それからふるさと納税型ですね。まず寄付型なんですけれども、文字通りですね、お金を出す人が寄付をすることによって成り立つ仕組みなんですね。はい、主に使われるのは災害の復興支援、
などをですねするときにこの形式を利用されることが多いですね。続いて購入型なんですけれども、プロジェクトに対して支援者がお金を出します。すると物やサービスというのをですね代わりにいただけるようになる仕組みになります。新しい事業の仕組みを展開するときですとか、新しい商品開発をしようというとき、あるいは事業者の思いをですねぶつけましょう、思いを語りましょうといったときにこの形式を利用されるケースが多いですね。それから融資型といいまして、事業者が間に仲介者として入るんですね。皆さんからの小口で集まった資金のまとまり、これをお金を借りたいっていうですね会社などに貸すと、でその見返りとしてもらえる金利ですとか収益儲けですよね、これを返す仕組みですね。資産運用になる形式なので、日本でいうクラウドファンディング市場ではこの融資型というのが9割を占めるほどのですね大きな市場になっています。はい、同様にファンド型ですとか株式型っていうのも同じような形式を取ってますので、これらを合わせて投資型ということも多いですね。それからふるさと納税型の場合には自治体がですねプロジェクトの起案者となる場合が多くて、そのプロジェクトに対して支援者がふるさと納税とまあよく似た形式でお金を出すと、ですから見返りとしてもらうものにはまあ地域の特産品などもありますし、税金が控除、まあ、安くなるですね、こういった仕組みを受けられるケースも多くなっています。双方にメリットがあるということですよね。はい、本当にいろいろとあるんですね。日本クラウドファンディング協会がですね注目しているのは購入型クラウドファンディングという形ですね。こちらが特に飛躍的に伸びている市場だから注目されているんですけれども、市場規模の推移が2017年では77億円だったものが2018年には115億円、そして2019年には169億円、たったの2年間で倍になってるんですね。これコロナの影響でオンラインでの展開が増えているっていうことが後押ししてるんでしょうか。これまでオンラインでマーケティングをしてこなかった企業がこのクラウドファンディングを使ってマーケティングの市場にですね参入してきたっていうことが一つあります。それから大手企業はですねテストマーケティングといいまして、クラウドファンディングの中で開発予算を確保してこのクラウドファンディングで試そうかっていうところが出始めてきているというのが言えますね。購入型についてもう少し詳しく説明をしておきますと、オールオアナッシング型とオールイン型という2つの種類ですね、こちらのやり方を選べるという仕組みがあります。はい、まずオールオアナッシングなんですけれども、募集期間内に目標とする金額が集まった場合のみですね、クリアした場合ですねプロジェクトが成立するというのがオールオアナッシングですね。対してオールインというのは目標金額の設定はするんですけれども、仮に集まらなかったとしても一人でも支援者の方がいればプロジェクトが成立するという仕組みですね。この2種類から選ぶことができます。なんといっても会社を大きくする中でお金を調達する先がですねなくて困っている、こういった方大変多いですね。資金調達がクラウドファンディングという方法でできる、これが現実のものとしてできることが分かれば可能性が広がりますから、チャンスが広がりますよね。アイデアですとか熱い思い、こうやる気があれば実現する時代ですから、夢を実現するための最初の手段が身近にあるっていうのは大きいですよね。以上、ビズログでした。今回の滋賀経済ナウ、いかがだったでしょうか。今週は緊急事態宣言が出されたことを受けてカフェのコーナーはお休み、そしてビズラボではメディアートの上田さんをご紹介しました。バイタリティにあふれた活動で地元だけではなく滋賀にとっても貴重な方ですよね。はい、事業を軌道に乗せるまでがとっても大切なんですよね。大変で、はい、でそんな中ですね、横にいてくださる、後押しをしてくださる存在でもなんと心強いことか、頼もしいですね。そしてビズログではクラウドファンディングについてお伝えしましたね。クラウドファンディングは、まあ、日本で誕生してから2011年からですから約10年が経過しますけれども、やはり新しい市場としてですね、資金調達手段としても大変注目を集めていますから、滋賀県でクラウドファンディングを知って事業を展開する企業ですね、これからも応援したいですね。そうなんですよ、もうコロナ禍で旅行外出が自粛の中、地元に注目が集まっていますよね。
地域の宝を見つけて応援していくこと、これがひいては日本の成長にもつながっていくのではないでしょうか。それでは滋賀経済ナウ、次回もどうぞお楽しみに。